さあやってまいりましょう。手持ちのつもすべて紹介しておるまで終わりません。続きましてはナイトメアビフォアクリスマスよりゼロというキャラですね。名前非常にかっこいいんですけどね、やっぱりツム化するとすごく可愛い感じですよね。はい、今しばらく姿を消すということなんですけれども、姿を消すっていうのは前もやったランドールですね、モンスターズインク、ちょうどブーが出てきてますけど、モンスターズインクに出てくるランドールと全く同じスキルっていう感じですね。どっちの方が優れてるんだろうな、あまりそういう比較検討したことがないんでね、なんとも言えないところではあるんですけど、だからこのツムはそのランドール使った時にも言いましたけど、やっぱりこう5つのツムが残っている状態だった、普通上のプレイだとなかなかね効果っていうのは発揮しないところだとは思うんですけど、まあ多分その4つのツムのアイテムカード使ってやるときなんかっていうのは、さらに3つになるんで、一気にコンボ数稼げたりとかっていう部分では、かなり有効的なツムになるんじゃないかなと思いますね。よいしょ。ナイトメアビフォークリスマスってなんか絵本で読んだイメージが強いんですよね。なんか、あれってアニメーションある、まあそれはアニメーションあるかディズニーだもんね。アニメーションあると思うんですけどね。どんな物語なんだろうな。なんだろう、やっぱナイトメアだからこうクリスマスの夜に悪夢をこう見せに行くっていうちょっと怖い系の話なんですかね。ホーンデッドマンションみたいなイメージなんですかね。いや、ホーンデッドマンションのイメージってなんだっけ。ホーンデッドマンションのエディ・マーフィーのやつなんだけど、一回、いない？もしかして。あ、そっか、消えてっかいねえんだ。バカか。いない。そりゃいねえよな。はい。ということで。自身の姿を消してしまう、そんな魔法なツムでございました。ということでまた次回お会いしましょう。バイバイ。